をやるかというと、次の曲の、練習も兼ねて発声を良くするためにやってる、次の曲がですね、鬼門なんですけれども、浜ちゃんとついこの間まではあドラムの浜ちゃんじゃお願いします。そして、キーボードの、スタちゃんいいですかお願いします。でコーラスのなんかあいいかお願いします。でベースは赤松さんはお願いします、はい、それでは、で、まあ、ほとんど練習してないだろうと思っていたら結構音になっていたテル君ギターよろしくお願いします。で私もこの曲だけは座って歌えない曲なんですけど、パッとやらせていただきます。山下達郎のスパークルという曲を、毎年ここでやってるのに、去年僕来れなかったんですけど、一昨年来た時にライドンタイムとかピアノとドラムで合わせてやらせてもらってたんですけど、まあ、これ面白いねっていうことでハマちゃんと喋ってて、一回でバンドでやってみたいって言ったらハマちゃんの方で全部プロデュースしていただきまして、ここまでやってきたということでございまして、最後の曲でございます。あともう一つお願いございますが、アンコールはございません。革新鋭大会みたいなやつはできますが、アンコールは一切ありませんので申し訳ありません。こういうのはノーアルっていうのね。酒屋タンクロー面白い。大丈夫ですか、コーラス舞台も皆さん大丈夫、はい、実はさっき初めて合わせました、はい、やっと食パン外に逃げてきました。うまくいくかどうかは、まあ、リズム隊がしっかりしてるので大丈夫だと思うんですけど、あとは私次第で頑張らせていただきます。酒屋の時間の最後の曲になります。酒屋の時間、じゃあ行きます。スパークThank you.
がとうございます。皆さんどうもありがとうございました。かっちょいい。